ありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔しました。はじめまして、ありがとうございます。どうぞどうぞ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はじめまして。ちょっとね、不思議な感じで、そう、あの夜になりつつね、深まっていくというそう、マジでうちのアイドルですから。ああ、すみません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 、はい、キイチさんでございます。はい、はじめまして。はじめまして、すみません、僕たち住谷と言います。そして何よりもうちのアイドルでございます、うわさら。はい、ちなみにどの子が一番好きですか？はい、ありがとうございます僕ね、実はね、あの中にブラジャーつけてる。ああ、ちょっとあのしましまの。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そうなんですよ、大阪の、はい、南大阪の方の岸和田っていうとこから、はい、今日も今日は岸和田はだんじり祭りがあって、今日が最終日、はい、最終日なんですけども、こっちに来ていただいて、わざわざ、いや、僕は参加してないんで、まあ、あの、小さい頃はしてたんですけども、はい、すごいですよね、だんじり、でも、僕も一回見たことないですけど、テレビで見る分には、そこら中、ポッコポコ潰れてね、そう。なんか毎年なんか同じところがぶつかるとかって、なんか門ちゃんのところのお店のおばさんがすごく泣きそうな顔で言ってましたけど、ああ、そんなお店もありますよね、中にはね。中にはあるかと、はい、はい、でもあのアコースティックで、そうですね、基本アコースティックの弾き語りで活動してます。はい、はい、はい、それでは今後の予定をお聞かせください。あ、はい、あ、いいですかね。めっちゃ近いんですけども、来週の水曜日、すみません、岸和田、僕地元岸和田、南海本線岸和田駅降りてすぐの1分のとこにあるカフェのだてという、カフェのだてというとこで、します。はい、が、カフェのだてで検索してもらったら出てきます、はい、電話番号も。そして、はい、その結構スペシャルなイベントになってて、はい、ゲストで、うん、竹原ピストルさんっていう方と、はい、武藤龍介さんという方を、はい、ゲストに迎えて、はい、僕を入れて3組で、はい、そう、大阪の方は、いや、竹原さんに関しては関東の方で、はい、武藤龍介さんは京都の人で、竹原ピストルさんは、はい、最近あのダウンタウンの松本人志さんのサイ侍という映画が、はい、その主題歌を歌ってた方なんですよ。すみません、あの河原で、そうです、父は侍でしたか、はい、っていう方と一緒にちょっと共演させてもらうという、そう、あの、まさか泣かされると思ってなかった、言葉はちょっと偉そうですけど、はい、いい、そう、そう、そう、竹原ピストル、はい、さんという方が、すごいね、チーンとする、そう、僕もその映画を見て、はい、ダーってなって一緒の感動して、はい、ほんで、まあ、ちょうど和歌山のオールドタイムというライブハウスがありまして、はい、そこでご一緒させてもらった時に、はい、この話を一緒に、さん自体はもう結構和歌山でもライブを、そうですね、月1回ペースで、はい、よくそこのブロッコリーってブロッコリー町ブロッコリー町ブロッコリー町のこちらブロッコリー町のインターネットテレビ会が開催しました、ブロッコリーのオールドタイムさんっていう、はい、ところで月1回ぐらいさせてもらってます。でこれが9月の21日水曜日、皆さんぜひですね、カフェ野立さんを検索して、とても貴重なライブになると思うんで、はい、はい、これぜひ行ってくださいね。とチケットはおいくらでしょうか？チャージが、2000円になってます、はい、でドリンク代別と、はい、でオープンが6時半、うん、スタートが7時。キッズさん自体は大体何分くらい？僕はちょっともう初っ端に歌おうかなと、あ、でピストルさんを最後に持っていこうかなと思ってますので、お時間ある方はぜひ、はい、はい、ぜひ、それと和歌山に僕自身もやってくるんですよ、来月、10月の6日、はい、それは何曜日ですか？木曜日、木曜日です、木曜日、はい、
オールドタイムでライブするんで、気になる方、気に入っていただけた方、はい、ぜひお越しください。はい、すいません。はい、ありがとうございます。長いことありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。これの、はいはい、そうですね、ではですね、最後、ポニーテールズの3人に締めていただきましょう。はい、はい、どんな感じで締めましょうか。どんな感じで締めます。はい、はいはい、最後は私たちポニーテールズのメンバーによる今日の一言で締めたいと思います。はい、今日の一言、はい、はい、今日の一言、いいですか、ももちゃんお願いします。はい、小さいことを積み重ねるのがとんでもないところへ行くただ一つの道である。バイ一郎。一郎の言葉だ。はい、一郎の言葉です。自分が今日考えてきたんちゃうの。違います。一、はい、バイ一郎って書いてます。バイ一郎って書いてある。はい、はい、小さいことからコツコツと、はい、そしたらこの後に何て書いてます。AAO もよろしくお願いします。もうじゃあ小さなことからいきましょうか。はいはい、小さなことからコツコツと、はい、皆さん今週も頑張りましょう。はい、AAO ポニーテールズのサンデーサンデー、また来週。見てください。